バーなんかさ、うんうんうん、ライブ見に行ったら、はい、ファンの人が囲っても大変なことになるんじゃないですか。いや私もちょっとそう思ったんですけどね、はいはい、で今回受付がやっぱ裏口受付がないと。お神宮球場裏口受付ない大ピンチですね。 ないらしいんですよ。なんで表に来てくださいって言われて、でいやでもさすがに大丈夫かなと思ったんですよ、はい、1年ぐらい前まではいたしなの、いつだかと思って、まだホットですよ。で、なんかこう、メガネとかかけちゃったりして、変装して。変装して、うん、でもちょっと帽子暑いからなとか思って、メガネだけあればいけかなとか思って行ったら、マジで誰にもバレなくて、本当に悲しかった。バレないもんなんですか？そうなんですよ。ね、あの結構、神宮の、はい、外観を写真撮ってる方がいっぱいいらっしゃって、ファンの方であの神宮球場にその、はい、メンバーの写真とか、うん、上りとかがあるんで、うんうんうん、で多分そこのなんかごめんなさいとか言ってこう写ってるんじゃないかな何枚かってぐらいなんかすいませんすいませんって言って通り抜けてきたんですよ、そことかも。じゃあもう人混みですよ、ね、その中を、はい、注目されてるような場所を受けて、うんうんうん、そうですそうです、全然バレなくてもわから笑っちゃいました。ね、芸能人で元メンバーでねファンの人がいたらバレそうですけど、いやいやいや、ちょっとね話したかったですけど久しぶりにファンの皆さんと。